はい、皆さんこんにちは。アキロブログです。今回の動画はですね、新企画スタートということで、撮らさせていただいております。タイトルはですね、100日後に10キロ痩せるデブということで、やっていきたいと思います。というのがですね、3月の末ぐらいからですかね、外出自粛が始まり、その後緊急事態宣言が出て、5月の末まで丸々2ヶ月間か、ジムに行けない日々が続きまして、もう結論から言いますとかなり太ったんですね。太りました。はい。で、一応実は今年の2月から、半年間かけて、10キロ落とそうと、2、3、4、5、6、7、2月からスタートして、7月の末までで10キロ落とそうかなと、思って減量スタートさせてました。で、その当時がスタートが83キロかな、83キロスタートで、で77キロまで落としたんですよ。で、6キロ実は減量も終わってて、ただ、もうジムに行けない、そしてね、かなり感染が広がっているっていう中で、減量をね、ダイエットするってなるとやっぱり食事の制限っていうのもかなりしていくので、ウイルスに感染しない力をね、体につけるためにもちょっと食事制限を続けるのもちょっと怖いなっていうのが正直あって、スナック菓子だったりとかっていうものを食べまくってたら、なんと今の体重85キロ。はい、77キロまで落とした体重が85キロまで、落ちてしまいました。はい、85キロ、人生史上一番太ってます僕。はい。で、結構ね、世間でもコロナ太りと、言われていますので、結構同じような方多いんじゃないですかね。このコロナで太ってしまったよっていう方多いと思うんですよ。で、さすがにちょっともう夏になってきて露出がね増えてきてますので、やっぱり自分の体が、もうブクブク太っていることがちょっと許せなくなってしまいまして、ダイエットをね、始めました。目標としてはタイトル通り100日後までに10キロ痩せようということで、ダイエットスタートさせました。で、それにあたって、僕自身がどういうダイエット法をしていくのかと、どういうふうに100日で10キロ落としていくのかっていうことを今回の動画で話していくのと、あとダイエットをしていく上で気をつけた方がいいことっていうことをね、よく周りの人にも聞かれることが多いので、今回動画で答えていこうかなと思います。この時期になってくると毎年毎年のことなんですけど、結構 YouTube だったりとかで、広告流れるじゃないですか。で、その広告でよくあるのが、ジム通いはもう古いとか、運動をするのはね古いとか、昔の話だと、令和のダイエットはこれだみたいなので、なんかサプリメント広告が出てきたりとかするんですけど、はっきりと言いますけど、あれ全部嘘ですから、はい、あれ全部嘘です。飲むだけで痩せる、1日たったの5分だけで痩せるとか、それはもう全部嘘だと思っていただいて構いません。それはこう僕みたいにね、筋トレガシガシやってるような人間であれば誰しもが分かってることなんですけど、知らない方にとってはね、あ、そういうもんなんだと。なんか痩せ菌がどうこうとか、体に溜まっている便を出せば痩せるとかって言いますけど、確かに体に溜まっている便を出せばね、なんか CM でよくあるのは5キロ分の宿便が出たら5キロ痩せる、それは当たり前でしょって話で、5キロ分のものが体の中から出てってるわけですから、それは5キロ痩せるけど、だからといって体についてる脂肪が取れるわけではないですから、便が出ただけですからね。痩せ菌がどうこうとか、そういったことも全部、いわゆるダイエット商法って言われてですね、ビジネスです。はい、そういうもっともっぽいことを言っておけば、買ってくれる人がいるだろうと、
言い方悪いけど騙されて買ってくれる人がいるだろうということでやってますから、うん、その辺のことは全て嘘ですし、僕が今から言うね、これから僕がやっていこうとしているダイエット方法が正しいと思っていただければと思うんですけど、まあもう本当これしかないです、ダイエット法。たった1個しかないんで、もう覚えておいてください。カロリー計算法、まあ本当でもないんですけど、カロリーを計算すること、うん、これしかないです。具体的に何をすればいいのか、まあ今からこれ動画上ではバーッと話していきますけど、まあ概要欄の方にもね、今から話していくこと書いておきますので、何度も何度も見返していただいて、ものにしていただいて、ダイエット取り組んでいただければなと思います。カロリーの計算方法なんですけど、基本的にまず、自分自身の基礎代謝、これを把握してください。基礎代謝っていうのは、もう一日中布団の上でゴロゴロしていたとしても消費するカロリー、うん、生きているだけで消費するカロリーだと思ってください。まあ、生きていればもちろん心臓も動いてますし、まあ、瞬きをすれば、まあ、目の筋肉も使うし、呼吸をすれば肺が動くしっていうので、まあ、内臓だったりとか、目のまぶた、目の筋肉が動いたりとかすると思うんですね。そのまあ生きているだけでもう必要最低限のことしかしてないけど、生きているだけで必ず消費するカロリー、これを基礎代謝と言います。基礎代謝カロリーと言います。基礎代謝が測れる体組成計ある方はその数値を元にしてください。でもし家に基礎代謝で測れる体重計がない場合は、ちょっとこれ今バーって言ってきますけど覚えられないと思うので、概要欄書いておきます。基礎代謝の計算方法、男性の場合10×自分の体重、プラス 6.25×身長、単位はセンチですね、マイナス 5×年齢プラス5をすると、基礎代謝が出ます。はい。で女性の場合 10×体重キログラムプラス 6.25×身長センチメートル、マイナス 5×年齢マイナス161、これをすると女性の場合は基礎代謝が計算上出てきます。はい。ただまあ計算上なのであくまで平均値なので、うん、全員が全員これが当てはまるっていうわけではないので、基本は体組成計などで、しっかりとご自身の基礎代謝量を測っていただくことがいいと思います。でこれは本当に一日中何もしなかった場合、布団の上から一歩も動かなかった時に消費するカロリー、ただ一日中布団の上でずっといることっていうのはないと思うのでね、今出た基礎代謝に対して活動量によって数字をかけていきます。活動量っていうのは、まあ一日にどれくらいね動くかっていうことです。はい。でその動くっていうのが3段階あります。動く強度が低い人、中くらいの人、高い人によって分かれてきます。で一番低い人っていうのは基礎代謝に 1.2 をかけます。でこの低い人っていうのは例えば、座り仕事が多い、まあ、事務職みたいな感じですかね。で一日の運動は歩いたり階段の上り下りをする程度、この程度の運動量の人は基礎代謝に対してかける 1.2 をしてください。まあ、活動量が中くらいの人、立ち仕事や重労働が多く一日中比較的動き回っているような方に関してはかける 1.55 です。先ほど出した基礎代謝にかける 1.55 をしてください。で活動量が高い人は、立ち仕事や重労働が多く、それに加えてジムでのトレーニングや運動をしているような人、これに関してはかける 1.725 をかけます。それが、1日に消費するカロリーになります。はい。これはまあ今動画の、動画上ではバーッと全部喋っちゃいますけど、この動画を見終わった後に計算してみてください、まあ、あるいは今一旦動画止めて、ご自身の基礎代謝1日でどれくらいね消費カロリーを消費しているのかっていうのを出してみてください。出し終わったらですね、その基礎代謝に基づいて計算をしていくんですけど、まあ、単純な話基礎代謝×活動量をしたそのカロリーが1日に消費しているカロリーになりますので、そのカロリーよりも少ないカロリーを摂取したとしたならば単純に体重は落ちていきます。1日の消費カロリーとイコールであれば体重は維持します。減ることもなく維持します。でその消費カロリーよりも多いカロリーを取ってしまうと
体重は増えていく。単純な話です。はい、じゃあ具体的に、じゃあダイエットにこのね、カロリー計算をしていくのにどれくらい1日カロリーを減らせばいいのかということなんですけど、目安となるのが脂肪1キロが7000キロカロリーっていうところを覚えておいてください。脂肪1キロを落とすのに必要な消費カロリーっていうのが7000キロカロリーです。はい。なので、基礎代謝ですね、かける活動量をしたものから1日あたり例えば700キロカロリーマイナスをすれば、かける10日、700キロカロリーかける10日で7000キロカロリー下回れるので、単純計算ですけど、10日で1キロ落ちる計算になります。で、僕は100日で10キロ落とすと言っているので、この計算してます。10日で1キロ落として、かける10ですね。をするとちょうど100日になるので、100日後に10キロ痩せるデブという企画でやっております。はい。まあ、どれくらいのペースで何キロ落としたいのかによって、ここは皆さんでご自身で合わせて計算をしてください。単純なことです。これだけです。はい。で、あともう一つ、その1日に摂取できるカロリーを決めていくにあたって知っておいてほしいことっていうのがあります。はい。で、これが3大栄養素のそれぞれのカロリーを知るということですね。3大栄養素。で、3大栄養素っていうのは炭水化物、タンパク質、脂質。で、この6つです。はい。で、この6つそれぞれ 1g あたり何キロカロリーあるのかっていうこと。まず炭水化物に関しては 1g あたり4キロカロリーです。1g あたり 4キロカロリー。そしてタンパク質。タンパク質は 1g あたり4キロカロリー。一緒ですね。炭水化物とタンパク質は。で、最後脂質。脂質に関しては 1g あたり9キロカロリーです。1g あたり9キロカロリー。なのでここまでね、もう見ていただくとなんとなくわかると思うんですけど、 1g あたりのカロリーが圧倒的に多いのが脂質なんですよ。なのでカロリーを減らしていく上で減らした方がいい栄養素っていうのは圧倒的に脂質になります。はい、脂質をカットしていくのが一番わかりやすいし簡単な話になってきます。それぞれの3大栄養素の 1g あたりのカロリーが分かったところで、自分流、自己流です。自己流の決め方なんですけど、まずタンパク質を1日どれくらい摂るかっていうところから決めていきます。まあ僕は結構筋肉落としたくないタイプなんでね、落としたくないので筋肉量は維持したまま本当に脂肪だけ落としていきたいので、筋肉のね、元となるのがタンパク質なので、タンパク質は体重かける2から3グラムは取りたいなと思っているので、僕の場合今85キロなので、まあ、170グラムから、255グラムかな、この間になるようにしてます。で、255グラム取るのはなかなかちょっと難しいので、だいたい200グラムくらいですね。毎日200グラムくらい取ってます。で、200グラム取るとすると1グラムあたり4キロカロリーなので、これで800キロカロリー取れるんですね。800キロカロリー。で、あとは炭水化物の量。で、まあ、ここはね、人によって言うこと違うと思うんですけど、僕は、最低1食あたりこれくらい取ってれば、満腹感が得られるなっていう量の炭水化物を取るようにしてます。一般的なお茶碗1杯分のご飯っていうのが 150g なんですよね。一般的なお茶碗1杯のお米の量だと僕足りないんで、 180g くらい取りたいなと思ってるんです。1食あたり白米 180g あたり炭水化物がだいたい 66g くらいなんですよね。で、かける3食かける4をすると、まあ、だいたい 800kcal なので、この2つタンパク質と炭水化物合わせて 1600kcal です。で、僕が1日に取れるカロリーっていうのが、取るカロリーが 1900kcal なんですよ。今マイナス700するとね、1日2600kcal、意外と少ないんですけど、筋肉量がまだまだそこまで多くないので、1日約2600kcal の消費カロリーなんで、1日1900kcal なんですよ。で、そうするとあと300kcal ですね。で、300kcal÷9 をすると、だいたい脂質が30取れないくらい、 25g くらいかなになってきます。これで1日あたり何をどれくらい取ったらいいのかっていうことが決まってきます。で、これでレシピ、1日のね、料理何を食べるのかっていうことを記録しながら、あ、これが足りてて、これが足りてないなっていうところをしっかりと見ていくということですね。単純なんです。もうこれだけでいいです。はい。
ということで、今回ですね、まあ、100日後に10キロ痩せるデブということで、企画をスタートさせましたよっていう報告をさせていただきました。まあ週に1回ルーティン動画出してるんですけど、それとは別に体重これくらい落ちたっていう経過報告をする動画を、まあ、平日になるかな、平日のどこかで出していけたらなと思っております。ということで、ちょっともしダイエット、ちょっとコロナ太りでやべえなと、ダイエットしなきゃやべえなって思ってる方はぜひ一緒にやってみましょう。まあ100日で10キロ落とすって相当大変です。計算上はうまくいくんですけど、そんな簡単にはいかないと思うんですけど、なのでもう少し僕の半分くらいのペースでもいいかもしれないですね。100日で5キロとかそれくらいであれば十分できると思うので、ダイエットしてみようと思っている方ぜひ一緒にやってみましょう。先ほどつらつらと話した、計算方法だったりとか、そういったものはすべてこちら概要欄の方に、書いておきますので、そちらを見て、計算してみてください。はい、ということで今回の動画最後までご視聴ありがとうございました。ダイエット頑張るぞ。